石田君私の車に傷をつけたそうだねすみませんでした一体どういうつもりだねああすみません最近営業がうまくいってなくてむしゃくしゃして落ちてた石を何の気なしに投げたんですそしたらちょうど社長の車に本当にいい方してるねその抜群のコントロールもどうにかならないのかねふざけやがって すみませんそそれでフロントガラスがぶっ壊れるようなそんな大きな石を投げたのかねううんこうこのぐらいですこん力持ちがそんなに力があり余ってるならねしっかり有給休暇を使って発散してきたらどうだねパワフルボーイがすすみませんでしたなんだか嫌な気分じゃない